どうもこんにちは、ゆきしくです。今日もいかないやっていきたいと思います。そんな感じで今日は甲子園決勝戦でございます。新庄だもん。はい、じゃあ向かってまいります。よし、そんな感じで決勝戦やっていきましょう。ねえねえ、身長打法ね、ここでなんかいい得の来てくれればさ、伸びプラス2とかさ、くれればなんかね、伸びの必勝音とか来てくれれば、西井君で使うのにさ、噂をすれば西井でございます。やっていきましょう。2番ピッチャー西井。昔動画のネタにしてください。いやいや、そんな話は後でございます。そんな感じで三重の伊賀高校、お、忍者の高校対白金高校でございます。ザ・忍者って感じだね。そんな感じで、もしよろしければチャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。取り食べてきます。総合戦力見てございます。はい、見ていきましょう。金丸、ダイヤのエースにしそう。はい、佐伯、肩微妙。うんと、あ、でも高級 C か。うん、なんか今回早急 C クソ強いですよね。なんなんでしょうね。なんか早急 C ってだけで刺されるもんね。おー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 、伸び F、 伸び F。なんか今までで多分一番ゆとりある人かも、ゆとりあるチームかもしれん、もしかしたら。よし、やっていきましょう。だね、そんなにめっちゃ強いってわけじゃないね。よし、やっていきますか。西井君、才能開花以外は、才能開花なんで、もう今日バリッバリに、バリッバリに、バリスタにやってきてください。オッケー、加藤バズーカ。冬の間鍛え続けてきました、加藤バズーカです。バンド警戒でいきましょう。そう、昔の動画、多分ね、動画始めた頃かなに話したと思うんですけど、アテンションプリーズ、ナンバー51ゴロシゲノーってのめっちゃかっこよくない？メジャーでさ、それ聞いて、俺メジャー世代なんで、メジャーとかいないレデをやってた世代なんで、あとポケモンのダイヤモンドパールがの世代だったんで、あのね、めっちゃ印象深いの、今でも。そのアテンションビーズナンバー51、あ、51じゃないよ、56ゴロシゲノーってのをね、今でも覚えてる、あのかっこよさよ。で今でもなんなら聞き直すもんね。ナイス、藤本くんすごいね。なんか全然思ってたチームと違う。あ、島木君はちなみに王さんの応援歌を引き継ぎました。はい、行きましょう。頑張れ島木くん、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 オッケー。島脇よ、やっぱ島脇、やっぱ島脇。ちょっとなんだろうね、英語ってだけでかっこいいっていうのが、まあまあ、そのアテンションプリーズの英語の響きが多分めっちゃかっこいいんですよ。それはね、誰にも譲れない、本当にかっこいい。これは誰が聞いてもかっこいいと思うよ、正直。誰が聞いてもかっこいいと思う。ただ俺はね、日本語の方が好き。その別に英語がバカにしてるとかそういうわけじゃなく、なんだろう、その日本語の響きが好きっていう感じ。俺はまあ、なんだろうね、言い方難しいよね。なんか日本人なんで、なんか母国語はまあ愛すのは普通でしょって感じなんですけど、なんなんだろう、その不思議なんですよね、響きが。だから一つの意味でさ、すみませんとかさ、いろんな意味あるじゃないですか。そういうなんかいろんな意味があるところとか、なんか好きだわ。日本語、日本語っていいわーって感じがする。あ、うまいわこの二遊間、たまらんわマジ、大岡のたまらんよ。なんでもない、ごめんなさい。で、カトゥー、カトゥーが出てるの、急成長で、デーモン閣下は、ここはセーフティーがいいんだけど流します。俺はもうちょっと期待します、本当に。セーフティーなんかで逃げない、俺は逃げません。ダイモンを最強のバッターに育て上げます。入るかこれ、入ったらでかいぞ、行ってくれ、行ってくれた。対空時間長すぎだぜ。俺はもう育て上げるんで、もう育て上げます、最強のバッターに。オッケー、ヒットバント。で、押田君3割3塁まで上げてきます。今日も2フォアボール。どうしようか、押田君、ここからの育成法。肩上げてオールA持っていこうか、頑張って。ここは引っ張りでぶちかましてもらいましょう。なんか強振で、青。でもなんか押田君は結構流し方向に打ちまくってるイメージなんだよね。で、神父は、まあこれからでしょう、再来年の4番かな、きっと。強いんだよね、でも今でも普通に。来年新入生次第ではまだ普通にレギュラーだよね。よし、流しでいきましょう。だ、もう大門を俺は育て上げます。2割5分まで乗っけてくれ、合う、おい、どう。西井君は野手で才能開花使った方がうまいと思います。
トゥトゥトゥフィ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 フ全国優勝決定する場面で燃えてます。うち全国優勝が多すぎるんですよね。もうなんかやばい、多分普段叩かれてるよ。あの高校は優秀な選手ばっか持ってきてるのだよね、ばあさん。あの高校それだからいけないんだよねって言われてる。あのね、いいじゃん、運だもん、スカウトなんて。あ、引っ張りかな。なんか藤本くん思ってたと違う、3割3分3厘2本っていう感じじゃないと思ってた。俺は2割5厘5本のタイプだと思ってた。なんか野球選手でもいるよね。栗原選手はもともとその3割10本タイプかなみたいに言われてたんだけど、実際はまあ2割5分20本タイプだったし、2割5分30本タイプかな。まあでも来年次第かなって思うんですけど、栗原選手が、まあ、今年出てきてる選手はなんか思ってたんと違うみたいないるよね。まあいいで、別にいいんですけど。オッケー、よし、ここはカトゥーでいきましょう。カトゥー、カトゥー、選択肢、選択肢、選択肢。おお、これはな、これはな、取られちゃうのよね。はい、いつも通りのメンツをいつも通り出してきました。湯川くんが抑えのキャッチャーです。見てよ、あの髪の長さ。本当にそれで高校球児なのかって感じよ。西井くんを見習いなさい。西井くんのこの髪の短さを。多分将来ハゲてるから。ごめん西井くん、そういうバカにしたイメージじゃなかった。てか角田くんなんなら銀髪だからね。おかしいよね、銀髪よ、銀髪。高校球児で銀髪ってなかなかだよね。来年一人整形させよう。いいこと思っていた。なんか来年この人は絶対に微妙だみたいな選手を整形させよう、決めました。うーん、オッケー。もう一人でとうとう甲子園優勝です。お、惜しい。これここさ、打たせて取れてさ、100球カウントできないから、これ打たせろ、打たせろ。あおう、もうダメでした、ごめんなさい、もう無理でした、もう無理です、もう無理です。あ、マジこれで終わったら綺麗だったのにな。残念。お、101球でした。おしゃれ、ナイス、イエーイ、無事に優勝できました。ありがとうございます。雨雲アラーム来てるんだけど、雨降るのかなこの後。優勝6回目でございます。そんな感じで効果でも歌いますか。トゥー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 。あ、私音痴なので別にこれ誰得でもないので、ここはもう皆さん30秒くらいスキップしてください。お願いします。朝っぱらからありがとうございます。私の現世では7時20分、この動画が上がるのは6時半なんだけど、いつも見てくださってる方々、本当に感謝以外の言葉が出てきません。ああ、いつも応援ありがとうございます。白金高校でございました。本当にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価していってください。これからも頑張ってきます。はい、大門くんが今日ツーラン打ってます。素晴らしい。大門くんはただもう弾道3にするって決めたんで、こんな感じでした。ありがとうございます。こんな感じで入学させる選手は決まっております。西井くん、シュートさんおめでとう、シュートさんおめでとう、シュートさん、なんだっけ、すみません、なんでもないです。よし、そんな感じで見てきますか。見てきましょう。と選手データです。と西井くん防御率 0.56、 0.56 てか、練習試合のあの10失点今でも覚えてます皆さん。あの乱調っぷりを、あれがなければもう防御率1点台ですからね。もうやめてくれよなあ。で3割7分5人3本打と完璧だね。あとはまあ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 、まあ、赤尾くんは来年のエース。もうこう見るだけでだいぶ強いもんね、頑張ってくれてる。で、カトゥー、カトゥー2割9分2厘ホームラン打ってないのか、珍しい。で、藤本は新婦2割3分5厘しか打ってないのか。で、おしらくん3割3分3厘いいね。で、大木2割3分5厘、まあこっから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 。で、ドバシ2割3分8厘打ってない人が多いね。4割5厘と2割2分2厘よく勝てたね。これで3割5分3厘よし、そんな感じで
次回入学式やっていきたいと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。